僕でもバイト先で基本ずっと目視でしたけどね。あのファミマとかでバイトしてましたけど、あの雑談一切してないですね。だってなんかどうでもいいその人と会話するより漫画読んでる方欲しいじゃないですか。なのでなんかあの他にシフト入ってる人いましたけど僕普通に漫画読んでましたね。で漫画読んでるとあのなんか店長がたまに来ても来られるっていうので、あ、すいませんって言ってあの店長がいなくなるの待って、で店長がいなくなったらまたこう漫画撮って読むっていう。っていうのやってましたね。なののであの やるべきことは今降参なんですけどあの無言が気まずいいっていうののを早めになれた方がいいですよあの世の中って無言になることってすげえいっぱいあるんですよあの仕事をしていくと。であの結構慣れの問題であの無言がきついから話がするのが上手くなるっていうパターンの人もいるんですけどあの無言でも何も気にならなくなるっていうパターンもあってで僕は無言が気にならなくなるっていうそっち側の方をあの好き。<coughs>